今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授、医師の木下博勝さんにお話を聞きます。木下先生おはようございます。どうもおはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。木下先生の奥様女子プロレスラーのジャガー横田さんと尾崎真由美さんが先月二十日 タッグチームプロレスリングチャンピオンシップこれをですね優勝した最高齢ペアとしてギネス世界記録に認定されました木下先生ジャガーさんギネス世界記録に認定はい すごいことですね。いや僕もね、まあ初めて知ったんですけど、<っ>女子プロレスで世界初だそうです。世界初なんですね。そうなんです。まあ歴史に名前を刻むぐらいのすごいことだと感じてますね。えー、ねこれなんかね嬉しいというよりも素晴らしいなっていう感じ。はい ですかねねま多少お家でひどいこと言われても大丈夫ですか <laughs> そ,うそ,うそうなんですよもう我慢するしかないなってもうギネスに乗ってる人に何言われてもねもう従うしかないですよこれは <laughs> まあそうなりますね,ね<え>やってくれましたいやもう改めてこれ大志君は何かかおっっしゃってますかいや,やっぱりねあの、うん、こういうことがあるともうすごく母親をリスペクトするんですよ。うん とはいえええ、家庭でもジャガー横だなので、はい、そこはぶつかりますね良 <laughs> <laughs> くも悪くもジャガー横田な,な,、ね、なわけなんですよねはいはい さて季節性インフルエンザの流行が去年の年末から継続したまま次のシーズンに入りそうです全国およそ5000カ所のこの定点医療機関から報告されました最新1週間8月28日から9月3日の季節性インフルエンザの患者数1医療機関あたり2.56人でしたこれ一人を超すと流行とされまして去年12月19日から25日に 流行切りした後まあ、これまで一度も下回ってないということなんですねで、厚生労働省は季節性インフルエンザの発生状況について9月4日以降の週からは新シーズン新しいシーズンとして集計しますから流行が収束しないまま次のシーズンに突入することになりますで、またこの流行が収束しないまま次のシーズンに突入するのは現在の集計方法になった1999年 以来初めてですこれ木下先生が、まあ、お医者様としてですね患者さんを見るようになってからこういった状況っていうのは僕はあの94年に医師になったんですけれども、はいええ、まず9月にインンフルエンザが流行した記憶はありません当院、はい、で,ですとねこの1週間ですと大体、うん、いい20名ぐらいインフルエンザ診断しましたので、ええ、2.56、あのーまあ、でもまあ少ないぐらいだなと思うぐらいで、ええ、ただね そそろそろピークだと感じてますねもう,もうピークなんですかピークで1回下がって、うん、あでまたあの年末ぐらいに来るかなと思ってます、もしかしたら今まで検査してなかっただけで、えー、本当はずっとあったんじゃないかなと、最近ちょっとそう思うようになりました、えーはい、さあ、それでは今朝のテーマいきましょう、こちら、新型コロナウイルスの感染者数増加、新たな変異株、ピロラとエリス、それぞれの特徴は。 厚労省が先週金曜日、全国におよそ5000ある定点医療機関に8月28日から9月3日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数10万1289人で1定点当たり20.50人だったと発表しました新規感染者数は新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行してから最も多くなったといいます。 木下先生、ジャガークリニックでもこれ検査で陽性になる患者さんというのは増加傾向ですかいや実はね、ね<え>もうピークアウトしてきているようなう現場から見るとそうなんですね、えー、そういう感じがしています。し 陽性率もここのところ五十パーセント下回ってきたんですね。<ー>前は七十ぐらいだったのでピックアップしてるんじゃないかなというまあ現場の気持ちですね。そうなんですね。え東京都は先週木曜日新型コロナウイルスのオミクロン株の新たな変異株え BA2AT6 通称ピロラが国内で初めて確認されたと発表しました。え東京都によると先月二十四日に東京都内の医療機関で PCR R 検査を行った検体についてゲノム解析をしたところこの通称ピロラが一例確認されたと言います通称ピロラこれどういう変異株なんでしょうはいピロラは世界15カ国104県で検出されていますはい まあ現在ピロラの感染力の強さや重症度などについてはまだ情報が少ないの、まあ、当然なんですけど、はい、まあ今後の研究次第な状況ですねこの通称ピロラ研究者の間で注目されているということなんですがこれは木下先生どうしてなんでしょうこの通称ピロラは<え>まあその大元っていうのかな祖先っていうか BA.2 っていうのがあるんですけど、はい、これに比べて。 スパイクタンパク質に変異が多いという特徴がありますまあ欧米の研究者らからはこのピロラが出現してから2021年秋にオミクロン株が発生した時に似ているという意見が出ていますしまた先月ですね WHO はピロラを監視対象の変異株に急遽指定してるんですね。 ですからピロラが今後世界的に流行する恐れがあるとを考えられています、ね、ああ世界的に流行する恐れがあるから今ピロラ注目なんですねそしてもう一つの変異株 EG5 通称エリスですね今日本で感染広がっているのはこのエリスと見られています木下先生エリスはこれはどういう変異株なんでしょう、はい、エリスの主な症状は、まあ、これまでのコロナと同じで、うん、石炭 発熱喉の痛みです。はい、まあ感染力に関しては、免疫逃避まあ、免疫をすり抜けること。ははまあこれが著しいんですね。ねただ、今までとまあ同じ程度か、このやや強い感染力のようですね。はい、まあ重症化する割合が増えているわけではありませんが、うん、高齢者や基礎疾患がある人だけでなく、はい、まあ免疫系に問題を抱える。子ども。 これは特に注意が必要ですね。だから順番から行けばエリスでピロラですか。そうなんですよ。もう次々ですね。終わらないってことです。ああもう終わらないってこと。それとねもう皆さんただの風邪風っておっしゃってますけど、最近感染されてその後もクリニック受診される方いっぱいいるんですけど、かかってみてわかったと違うと普通の風邪とは違うんだと辛いと。 思いって皆さん言いますよ。えー、口を揃えて皆さん言いますので。えー、僕はね、やっぱり現場としては違うと思うんですよね。そうなんですね。まあ、風邪だったらね、まあ、一週間か十日もすればね、はい、元通りじゃないですかそ。そうなん、元に戻るんですよ。そんな急に元通りにならないんですよね。だからなんか後を引くって感じなんですね。そうなんです。元通りになるのに時間がかかるというところなんですね。 やっぱりならないのが一番一番なんですよ手指消毒だとかあとはまあ換気をよくするだとかいや僕はね個人的なやつ換気だと思いますよ換気ですかやっぱり夏に沖縄から流行る冬に北海道から流行るやっぱり窓開けなくなる時なんですよねクーラー入れ始めたりとか暖房入れたりとかそうなんですよあと家族が一人感染すると今みんな家族も感染するんですけどはい 感染しない家族もいるんですよ<ー>やっぱよく話を聞いてみると、ええ、隔離して窓全開にしとくって言うんですよ、ええええ あ、なるほどやっぱり換気だなと。換気は大きいんですね。これあんまり言われてないですけど、ええ、個人的にはそう思ってますね。はい、現場からは以上です。以上でございます。す <laughs> はい、そうですね。え <laughs>、はい、さて新型コロナウイルスワクチンの接種ですが接種の費用を全額公費で負担する特例臨時接種が今年度末で終了することとなりました。これは木下先生はどういう印象を持ちですか。<laughs> まあ、そうですねコロナの飲み薬もそうですがまあ、ワクチンも いつまでも無料っていうわけにはま行、あ、かないのが現状だと思います。はい、えー。まあ、以前から今年度末で終了と発表しておりますので、まあ、定期に変更になるんじゃないですかね,定期ね。はい、今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きました。木下先生ありがとうございました。どうも失礼しました。